皆さんこんにちは、志摩ニュース&リポートです。今回の志摩ニュース&リポートはアゴアン生き物調査隊についてです。それではどうぞ。5月20日土曜日、阿児町新名で阿児湾の海岸に生息する生き物の調査が行われました。志摩市では平成21年度から海の環境調査の一環として阿児湾生き物調査隊事業を実施しています。阿児湾生き物調査隊事業は SDGs の目標14、海の豊かさを守ろうの達成に向けて、毎年大潮の干潮時に合わせて干潟に住む生き物の種類や量の変化を調査しています。当日は日本貝類学会評議員の木村翔一先生を調査指導員としてお招きし、市民調査員や三重県立水産高等学校生物部、四日市高等学校生物部の生徒の皆さんと協力して干潟の生き物調査を行いました。志摩市では今後も豊かな海を守るために継続して取り組んでいきます。